厚村つとむは、日本の合唱指揮者。神奈川県出身。東京芸術大学音楽学部声楽科卒業。声楽を、三ツ林照を、川瀬隆士に、指揮を、黒岩秀臣、ヘルムートリリングに指示。宗教局のソリストとして活動後、東京、神奈川において合唱団の指揮、指導に携わり、現在13の合唱団を要する。 ダイヤモンドファミリーとして組織されている。2005年の設立に寄与し、同団を指揮し、全日本合唱コンクール全国大会において2008年から2019年の12年間で、通算11回の金賞、最高賞の文部科学大臣賞を通算6回受賞。コンクールの審査員や、各種講習会の講師なども、積極的に務める。現在、 日本合唱指揮者協会副理事長、全日本合唱連盟常務理事、業務執行理事、神奈川県合唱連盟顧問。ルネサンスから現代までの宗教作品を活動の中心とし、コンビニの設立時においても、多様なレパートリー、すなわち品揃えにこだわり、コンビニエンスストアにちなんで断名を、コンビニディコリスタとした。松村の音楽の原点は鎌倉。 雪の下教会で毎年年末にヘンデル、メサイアを演奏するグロリア少年合唱団に小学2年生の春に入団したことである。同団でメサイアやバッハ、マタイジュ南極等のバロック音楽に親しむ。私はこの大曲のほんの数曲を習い、歌って大きな衝撃を受けた。そのカタカナ4文字に徹底的に憧れ続けた。その美しさに魅了され、 モジュラータイプなる小型ステレオで、擦り切れるまで聴き続けたのを今でも昨日のように覚えている。このメサイアには子供を夢中にさせる特別な周波数があるのだと思う。と語る。長じ手から銅団の団長、指揮者を現在に至るまで長く務め、同団を率いた1989年のイタリア演奏旅行では、ローマ法王の越見演奏の栄誉に預かったほか、 海外での演奏経験を豊富に有している。ありがとうございます。